君の名に直接届く妄想のプライムです。さあ、鳴神学園七不思議、続きをやっていきましょう。というわけで前回ね、学校だった怖い話というシナリオをね、やったんですけど、それの、ちょっと手前に戻ってきて、一番最初帰りましょうって言ってみんなが帰ってった後になんか後ろから気配がするぞみたいな、坂上くんが一人になった時ですね。この選択肢を振り向くを一旦選択しています。僕は振り向いてみた。するとどうだ？果てしなく続いてそうな廊下の奥に何か動くものがいる。あれはなんだ？暗くてよく見えない。でもいる。確かに何かがいる。僕の気のせいではなかった。どうする？近づいて確かめるべきか？それとも、ここは一気に逃げ出すべきか？逃げ出す、近づいてみる。ということで、これは近づいてみるを選択していきます。あれは何だろう？僕は寄せばいいものを黒い影に確認するために、近づくことにした。震える足で一歩、また一歩と近づいていく。はっきりと目が確認できる距離に達した頃、ふっとその影は消えてしまった。僕はごくりと唾を飲み込み、足を止めた。落ち着け。落ち着くんだ。あれは消えたんじゃない。あの影には階段があったはずだ。その隙間に隠れたんだ。どうする？さらに近づく。声をかけてみる。ということで、そうですね。これは一旦声をかけてみるを選択します。誰かいますか？僕は声をかけてみた。まだ学校に誰かが残っていてもおかしくない。そうだ、絶対に誰もいないとは限らない。ひょっとしたら、向こうも怖がっているのかもしれない。だとしたら、安心できることを教えてやればいいのだ。じっと答えを待つ。ダメだ、返事はない。どうする？近づく、やはり引き返す、もう一度声を上げる。これはね、近づくを選択します。あれは人間だ。変なものではない。それを確認しなければ。僕は廊下の突き当たりを目指して、ゆっくりと進んでいった。その時だった。影から、一人の女生徒が姿を現したのだ。よかった。人間だと、ここで出てくるんだ。でもこんな時間にどうして？彼女は少し震えているようだ。どうする？様子を見る。名前を尋ねる。結構選択肢が多いな。様子を見る。名前を尋ねる。何をしているのか尋ねる。ということで、これはね、どれでも、何をしているのか聞いてみようか。こんな時間に何をしているの？僕は尋ねてみた。やはり、こんな時間にこんな場所に一人でいるなんて、怪しい。僕の語気が強めだったせいか、彼女は少し怯えているようだ。そのせいか彼女は答えず、黙っている。しばらくすると、彼女は自分の名前を名乗った。私の名前は大本真美と言います。あなたは、今日の七不思議の集会の聞き役の方ですね。驚いたことに、今日の七不思議の集会のことを知っている。うん。まだ新聞部以外の人間はほとんど知らないはずだ。確かにそうだけれど、どうして知っているの？私が、七人目の語り部だからです。いた。こんなところに。まだ見ぬ七人目がいた。でもどうして？まさか、ここでずっと待っていたというのか。なぜ新聞部に入ってこなかったのだ。僕は聞きたいことが山のようにありすぎて、何から聞いていいのかわからなかった。でも、それは彼女が解決してくれた。怒っていますよね。すいません。でも、私はあの人たちが苦手だったから、どうしても行けませんでした。そう言って、彼女は目を伏せた。確かに、あの人たちが苦手というのには同意できる。だが、あの人たちということは、彼女は彼らとすでに面識があったということか。まさか彼ら全員をしていたとは思えないが、苦手とは誰を指すのだろうか。今日はもう遅いですから、明日の放課後、図書室に来ていただけますか。放課後に図書室ですか。はい、それでは。そう言って会釈をすると、彼女はスッと廊下の影に隠れてしまった。僕は呼び止めようとしたが、確かに彼女の言う通り、もう夜も遅い。僕は黙って家に帰ることにした。すごい早いタイミングで展開が変わりましたね。お帰りなさい。遅かったじゃないの。今日はクラブがあるって言ったでしょ。それぐらい覚えといてよ。そうだったかしら。そうだよ。家では、母さんが夕飯の支度をちょうど済ませたところだった。父さんはまだ帰ってきていない。いつも仕事で遅いのだ。きっと今日も遅いのだろう。実を言うと、学校を出た時もかなり遅いと思ったのだが、それほど遅くなかった。まだ6時になっていなかったのだ。それなのにあんなに暗く見えたのは、僕が怖いと思っていたからに違いない。実際校門を出たら、周りが少し明るくなったように感じられたじゃないか。学校の校門を出るまで張り詰めていた緊張感が、校舎にはめ込まれた時計を見ることで、はっきりとした時間がわかり、急にほぐれた。もうすぐご飯よ。ああ、わかった。とにかく着替えたい。汗びっしょりのこの服を早く脱いでしまいたいのだ。
僕は食事前にシャワーを浴びることにした。ああ、疲れた。シャワーを浴びながら今日一日のことを振り返る。本当に不思議な人たちだった。あの6人を日野先輩はどうやって集めたのだろう。いや、7人か。最後に現れた7人目の大本真美さん。確かに彼らが苦手だというのはわかる。だとしたら、どうして引き受けたんだ。断ればいいじゃないか。いや、引き受けてしまった後で、他のメンバーが決まったのかもしれない。少し話しただけだが、彼女、どちらかといえば消極的な性格みたいだったし、あの語り部たちとは明らかに雰囲気が違った。推しが弱いというか、控えめというか、とにかくあの6人とは根本が違う気がした。ご飯できたわよ。母さんに呼ばれて、風呂場から出る。その日の夕飯は大好きなカレーライスだった。やっぱりお腹が減ったのか、食が進む。とても美味しい。母さんの作るカレーライスは最高だ。今日は早く寝てしまおう。とにかく、疲れた。その日、夢を見た。ホッサさんと一緒に学校から帰っている夢だ。あと6日だよ。会話の最後に、ホッサさんはそんなことを僕に言った。意味のわからない僕は愛想笑いを浮かべるだけだった。何の変哲もない夢だった。ん?でもよりによって、ホッサさんの夢を見るなんて、やっぱりあの別れ方を気にしてるのだろうか。うん。一日寝ると、結構気が晴れるものだ。いつも通りに授業を受けて放課後を待つ。僕は図書室に急いだ。失敗した。放課後に図書室とは言われたが、ここはあまりに巨大すぎる。まだ入学して数ヶ月、実は図書室に来たことがなかった。図書室の入り口までは案内された気がするが、話半分で聞いていたせいか、こんなに大きいとは思わなかった。これは図書室ではなくて図書館と言うべきだろう。何フロアもあり、そのフロアごとがやたらでかい。果たして、このどこを調べればいいのだろうか。それなりに人も多く、探すのは大変そうだ。仕方ない。ここは探すよりも見つけられるのを待った方がいい。僕は、見晴らしのいい場所に陣取り、図書室を行き来する人々を眺めた。しかし、待てど暮らせど待ち人は来ない。そもそも昨日の集会だって、苦手な人がいるからという理由ですっぽかした人だ。僕は席を立ち、図書室を一回りしてくることにした。やはり見つからない。一回りして戻ってくると、僕が座っていた席に一冊の本が置かれていた。おかしいな。僕が席を立った時は、こんな本は置かれていなかったはずだ。誰かに席を取られてしまったのだろうか。ここは誰かが座ってますか?さあ。近くで本を読んでいた女子に聞いてみたが、首をかしげるばかりだ。確かに、図書室で周りを気にしている人間はいないよな。僕は質問を変えてみた。この本は誰が置いていったんですか?その質問はまずかったようだ。本を読んでいた女子は明らかに怪訝そうな顔をすると、本を閉じて席を立ってしまった。ナンパだと思われたのかもしれない。しかし、誰が置いていったのだろうか。タイトルを見る。それは、日本妖怪全集という本だった。手に取ると、付箋紙が挟まっていた。そのページに載っている妖怪は、七人岬という名の妖怪だった。七人岬は、七人岬だね。七人岬じゃなくてね。七人岬は妖怪というよりも亡霊に近い。災害や事故によって亡くなった人々の霊が集まった集合体の妖怪で、主に海や川に出没するという。そして、近くを通る人間に取り付いて殺す。すると、一番最初に亡霊になった人間は成仏し、新しく犠牲になった人間が亡霊として七人岬に加わることになる。こうして、七人岬は次々と新しい犠牲者を入れ替えていきながら、永遠にこの世をさまよい続ける恐ろしい妖怪らしい。そこに書かれているイラストを見て、僕は思わず本を落としてしまった。変な叫び声を上げて、図書室中の注目を浴びてしまった。落とした本を拾い、改めてイラストを見る。何のことはない。恐ろしい顔をした七人の亡霊が並んでいるだけのイラストだった。しかし僕は、その顔が一瞬彼らに見えてしまったのだ。そう、昨日行われた七不思議の集会で出会ったあの六人。そして、七人目の大本真美さん。改めて僕は背筋が寒くなった。この本を置いたのは、きっと大本真美さんだ。彼女はこの本を置かざるを得なかった。いや、置くしかなかったんだ。彼女は僕の前に現れられない理由があったのだろう。それは、亡霊だから。いや、まさか、そんな、考えすぎだ。もっと現実的な理由を考えた方がいい。とにかく、
僕は何かに巻き込まれている。とても恐ろしい何かに。僕はその日、家に帰ると体がだるくてすぐに眠ってしまった。夕飯もろくに取らず、風呂にも入らず、ベッドに潜り込むと、そのまま意識を失った。死んだように眠ったのだ。そして、僕は悪夢を見た。夢の中で、僕は公園のベンチに座っていた。見覚えのない公園だったけれど、とてものどかな公園だった。鳥がさえずり、子供たちがはしゃいでいる。どうして僕は公園にいるのだろう。でも気持ちいい。暑くもなく、寒くもない。ちょうどいい気温で、心地いい風が吹いている。こんな幸せな気持ちは久しぶりじゃないか。突然、僕の隣に一人のおばあさんが座る。とても薄汚いおばあさんだ。おばあさんは、まるで魔女のようないでたちをしていて、薄汚い。もう何ヶ月も洗っていないのか。髪が伸び放題でゴワゴワに固まっている。その髪に隠れて、顔はよく見えない。僕は、このおばあさんを見たことはなかったけれど、なぜか知っている。彼女の存在が、記憶の片隅に引っかかっていた。どこかで会ったのか。いや、会ってない。一度も会ったことはないはずだ。でも、そのおばあさんがとても身近な存在に思える。どうしてだろう。僕はそのおばあさんのことは知らないはずなのに。いい天気ですね。突然、おばあさんは僕に話しかけてきた。はあ。無視してもよかったのだが、あまりに気分が良かったせいだろう。僕は、おばあさんの話に相槌を打った。この公園にはよくお見えになるのですか？さあ、僕にもよくわからないのです。初めてのような気もするし、いつか見た風景のようにも思える。不思議な気持ちです。そうですか。どこかでお会いしましたか？さあ、それもよく覚えていないのです。おばあさんとは昔からの知り合いだったような気もしますし、全く知らないようにも思える。でも初めて会ったのでしょう。けれど、なぜか知っているように思えるのですよ。おばあさんが他人のように思えないのです。僕はなぜそんなことを初対面のはずのおばあさんに話したのか自分でもわからない。きっと陽気のせいなんだろう。それきり、僕とおばあさんは黙って和やかなひとときを過ごした。私には身寄りがありませんのじゃ。突然何を言い出すのかと思った。おばあさんは思い詰めたような声でため息混じりにそう言った。僕は何も言い返せずに固まった。息ができない。嫌な汗が全身から吹き出してくる。あんた、私のことを覚えているんじゃろう。僕は答えられない。答えたくない。すると、そのおばあさんがゆっくりと僕に顔を近づけてきた。そして、深くかぶっていたフードを外して笑った。私よ、坂上くん。まさか、私のことを忘れていないでしょうね。まさかの出てき方だった。そこに、薄汚いおばあさんの姿はなく、いつの間にか岩下さんが立っていた。ベンチから転げ落ちて、尻餅をついて震えている僕を上から見下ろし、せせら笑っている。逃げたい。この場から逃げたい。今すぐにでも逃げ出したい。でも、僕は逃げられなかった。足に根が生えたようで、動いてくれない。ねえ、私の演技は上手だった。岩下さんは、突然そんなことを聞いてきた。はい。僕は何て答えるか考えたのだけれど、答えが見つかる前に自然とそう答えてしまっていた。それが正直な気持ちだったのだろう。ありがとう。あと5日ね。岩下さんは、右手の手のひらを開いて、笑った。あと5日？そう、あと5日よ。何がですか？あと5日って、どういうことですか？あなたが私たちの仲間になる日まで、あなたは私たちの仲間になり、一人消えるの。ん？はっきり言ってるね。私たちの仲間になる日まで。ほ？僕が、岩下さんの仲間になる。そうよ、とても楽しいわよ。みんな坂上くんが来るのを待っているの。楽しみね。うふふふふ。死人岬だね。うわぁ！僕は大声で叫び、飛び起きた。僕の部屋だった。パジャマがぐっしょり濡れていた。動悸が激しい。息をすると、口から心臓が飛び出してしまいそうだった。指先が震えている。時計を見ると、まだ夜中の3時半だった。夢だ。夢を見ていたのだ。恐ろしい夢を。間違いない。あいつらは七人岬という妖怪だ。僕は奴らに取り憑かれてしまった。あと5日で、僕は七人岬になってしまうというのか。冗談じゃない。何か考えなければ。何か方法があるはずだ。悪夢を見てからは少しも眠れなかった。どうすればいいか考えていたからだ。まずは、僕の考えが本当に正しいかどうかを確かめなければならない。そのためには、
彼らがこの学校にいるか確認する必要がある。もし彼らがいれば、僕の考えは笑い話になる。おそらくはみんなで協力して、僕をからかっているだけの話だ。腹は立つが、それは許せる。学校に行くと僕は休み時間を利用し、おぼろげな記憶を頼りに彼らの教室を訪ねて回った。風間さんいますか？誰だそれ。まあ、同じ流れですね、前回とね。進藤さんいますか？他のクラスじゃないのか？まあ、いないんですよね。福田さんいますか？ああ、いるわよ。本当ですか？って言って違う福田さんが来るんだよね。私に何か用？いえ、他の福田さんなんですけど、福田玲子って言います。そんな人知らないわ。このクラスに、福沢は私一人だもん。僕は念のためにすべてのクラスを回った。学年も間違えているかもしれないと思い、すべてのクラスで全員のフルネームを確かめた。同じことで何度も足を運ぶ僕を、みんなは奇妙に思っただろう。放課後になるまで、僕はすべての教室を回り続けた。しかし収穫はゼロ。結果は悲惨なものだった。進藤誠、風間望、岩下明美、細田智春、新井昌司、そして福沢玲子。この学校に彼ら6人は存在しなかった。どうする？どうすればいい？大本真美は？日野先輩を探す語り部たちのことを調べる。日野先輩探してみようか。ここからもね、また展開が変わるはず。やはり、日野先輩に聞くのが一番手っ取り早い。すべては彼が仕組んだことなのだから、彼以外にこのことについて詳しく知る者はいないだろう。放課後になるのを待って、僕は真っ先に日野先輩の教室に向かった。まだ日野先輩は帰り支度をしていた。僕は慌てて声をかけた。日野先輩。先輩は呼ばれてこちらに目を向けたが、明らかに動揺している。すかさず僕は日野先輩に歩み寄った。先輩、何を驚いてるんですか？別に、何も驚いてないさ。嘘を言わないでくださいよ。目をそらしています。違うよ。いきなりお前が来たから少し驚いただけだ。僕が生きてるから驚いたんですか？何バカなことを言ってるんだ。お前は生きていて当然だろ。知っていることを全部話してくださいよ。日野先輩は僕を殺すつもりだったんでしょう。わけのわからないことを言うなよ。お前は夢でも見てるんじゃないのか。日野先輩は何を言ってもしらばっくれるつもりだ。さて、どうする？強い態度に出る。低姿勢でお願いする。強い態度に出てみようか。僕が死んだら、先輩も道連れにしますよ。絶対に道連れにしますから。すると、日野先輩は黙ってしまった。そして諦めたかのように、ため息をついた。わかった。俺だって命は惜しい。俺のしていることを全部話せよ。だが今は話せない。明日は日曜日だが、新聞部に来られるか。そこで全部話そう。本当ですね。約束ですよ。どうなるんだ？一夜明けて日曜日、僕は言われた通り新聞部に行くことにした。約束の時間だ。もう日野先輩は来ているのだろうか。よう坂上、遅かったじゃねえか。待ちくたびれたわよ。遅かったわね。そこには日野先輩ではなく、彼らがいた。あの6人の語り部たちが。いや、7人だ。7人目を名乗った大本真美もいる。いや、7人目がやっと見つかったんだよ。だったら坂上くんに聞いてもらわないと、七不思議が完成しないじゃないの。それでこうして来てもらったわけだよ。あ、ははは。いや、僕からすれば、大本さんとは別れたくないんだけれどな。代わりに仲間になるのが君みたいなやつだろ。本当は反対なんだけれど、決まりだから仕方ないよね。騙された。僕は騙された。逃げなければ。約束の日が来てしまっていたというのか。僕はとっさにキビスを返し、新聞部のドアノブに手をかけた。が、動かない。まるで接着剤で固めてしまったかのように、ノブが回らないのだ。あはあはあは、坂上くん、もう無駄ですよ。僕たちは友達になるのですから、もう逃げられないんだよ。嫌だ、僕は七人岬になんかなりたくない。七人岬、ああ、大本さんから聞いたのですか。なるほどね。その例えは間違っていませんよ。でも正確に言えば七人岬ではない。あなたは、まが夢になるのです。まが夢。この鳴神学園に潜む悪霊ですよ。我々は、鳴神学園から出ることはできないので、自爆霊のようなものです。でもね、夢を通じてコンタクトできるんです。そして新たな仲間を一人に迎え入れると、一番昔からいるメンバーが成仏できる。こうして常に死人体制を保ってるんですよ。でさ、今度はいよいよ大本さんが成仏する番だっていうのに裏切ったんだよ。それでこの前の七不思議は失敗しちゃった。でもまだ期限内だから間に合うよ。
さあ、おもとさん、早く話し合ってよ。後が使えてるんだからさ。でも、彼は巻き込まれただけです。本当は日野貞夫という男が私と入れ替わりになるはずです。んなことはどうでもいいんだよ。俺たちは誰でもいいから早く成仏したいんだ。お前だって、この苦痛から逃げたいんじゃないのかよ。神道、なんてこと言うんだい。まがゆめはとても楽しくて気持ちのいいものだろう。そうでなければ、この子羊ちゃんが怖がっちゃうじゃないか。うるせえぞ、風間。どうせもうこいつは逃げられねえんだ。話を6話聞いちまったんだからな。あとは大元が話すだけで儀式は完了だ。さあ、お前も覚悟を決めて話せよ。この苦痛から解放されたいだろう。ごめんなさい。ごめんなさい、坂上さん。本当は日野が。うるせえ。余計なことは言わないでいいんだ。さあ話せ。俺たちもこの苦痛から解放されてんだ。私の人形は良い人形。これでこれ出てくるんだ。なるほど。何でも言うことを聞くし、私が生まれた時から。大元さんが話を始めると、僕は意識が遠のいていくのを感じた。とても眠い。まるで夢の中に誘われているようだ。僕を囲むように、立っている七人の姿が揺らいでいく。僕はもう助からない。その気持ちを受け入れるのに、そう時間はかからなかった。新たな仲間は坂上俊一。なるほどね。怖っ。めちゃめちゃ怖いな。はい。でございました。というかね、別の選択肢もあったんで、そっち行ってみましょうか。はい。じゃあ今度、停止線にしてみましょうか。停止線じゃなんともなんない気がするけどな。お願いします、日野先輩。僕、怖いんです。どうか助けてください。何でもしますから。僕はひたすら頭を下げた。死にたくない。このままでは、僕は彼らに取り殺されてしまう。僕を見下したような目で見ていた先輩が、しばらくして、ゆっくりと口を開いた。小声で、囁くように。お前は、まがゆめを知っているか？まがゆめですか？知らんだろうな。ここでは話せない。これから旧校舎に来られるか？もちろんです。うん。今度は、ね、日曜日に行って言わないね。旧校舎は近いうちに取り壊される予定で、今は立ち入り禁止になっている。日野先輩はあたりに人気がないのを確かめると、中に入っていった。話されないように僕も後に続く。歩きながら、日野先輩は話し始めた。あれは一週間ほど前だった。俺は夏休み前の学校新聞の企画に七不思議の特集をしようと思った。うちの学校の怖い話は、旧校舎に集約されていると言っても過言ではない。トイレの花子さん、異界と通じる踊り場の鏡、地下室へと通じる隠された扉、上りと下りで数が違う13階段、などなどだ。まあ当たり障りのない、どこにでもある学校の階段と言って、どこにでもある学校の階段と言ってしまえばそれまでだがな。それでも、旧校舎には隠された怖い話が山のようにあると聞く。それで、立ち入り禁止になっているこの旧校舎に俺は忍び込むことにした。そして、3階に上がった時だった。俺はそこで見つけてしまったんだよ。まがゆめをな。